皆さんご機嫌いかがでしょうか。ダイハツです。鈴木です。浮田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、今回の企画は、はい、ダッパーズ福袋開封でございます。日頃から大変お世話になっております、はい、ツールスインフィニティ様のこの場所をお借りして、はい、我々お届けしておりますが、そうですね、お取り扱いしているダッパーズさんというブランドの福袋を今回は開封するといったところで、はい、ちょっとご用意いただいておりますので、はい、すいません、お願いします。じゃあ今年のダッパーズの福袋3枚の福袋はこれだ。この量ですよ。やばいよ。わかります？この揺れてるんですね。ちょっと揺れてますね。今揺れた。揺れてますか？揺れてる。これね、相当ぎっちり入ってます。これやばい。これ3枚ですよね。これ別に忖度してない、この番組だからじゃなくて、はい、今日買っていただいたお客さんみんなこんだけ入ってます。はい、何万円分ぐらい入ってますか？一応ね、さっきバーって計算したら20数万円ぐらい。20数万円ですよ。で、3万円で買えてしまうと。そうですよ。電卓が壊れてますよ。ダッパーズの電卓壊れてる。壊れてる。そうですね。壊れてる。相当期待していいってことですね。ないです。ひょっとしたらソロ版かもしれない。それはないと思いますが、ということでね、早速開封していきたいと思います。はい、お願いします。さ、ということでダッパーズの福袋を開封していきたいと思います。はい、久木田さんにはですね、ちょっとカメラの外に今いてもらっておりますが、はい、まあビニールで包まれてるんで、全て商品一旦ビニールで取ってもらってます。やってもらってます。ただ私は中見てないんで、見てないんですよね。じゃあ早速1品目いきましょう。はい、いきます。もうバンバンいきますよ。はい、はい、まず1品目こちら。おお、いいですね。これはね、これめっちゃいいじゃん。買おうかどうか悩んでたやつですね。これめちゃめちゃいいよ。これかっこいいんですよ。これです。このね、このネジネジみたいなね、そのプリントがまずかっこいいんですよ。これいいよ。これめっちゃいいよ。これめっちゃいいな、かぶるの。ん、ちょっとあの尺あれだけど、ちょっとかぶるはかぶりたくて。え、いいじゃん。いいよ、いいよ、いいよ。ちょっとこういう感じの、ちょっと頭良さそうですね、この人。頭良さそう。これいいじゃん。それいいね。かぶってればもう。かぶってましょうか。かぶってればいいよ。これいいよ、マジで。いいね。かっこいいじゃない。ちょっとまだかぶり方わかんないけど、いいんじゃない？ダッパーズさん、やっぱ帽子かっこいいね。ああ、我々今ね、使ってるのはダッパーズさんお世話になっておりますので、ええ、さあ、次じゃんじゃん行きましょう。はい、もう行ってきますよ。お願いします。ちょっと見ちゃったかも俺、なんか。はい、これおお、かぶりなさいよ。はい、これもね、キャスケットですね、同じキャスケット。で、こちらフェルト、ウール。フェルト、ウールかな、これは。なんですか、これ。これフェルトか、ウールですか。なんかね、ホワホワしてますよ。これもまた鈴木に合いそうなカラーリングですね。かぶりますね。こういう色が本当に似合うんです、この人は。あ、いいんじゃない。いいですか。あ、鈴木ですね、これは本当に。これ鈴木ですか。ああ、私だ、いつもの私だ。こういう感じで今回ね、お届けしていきたいというふうに思います。わかりました。いいね、このケース。これ、もうすでにちょっとテンション上がってますよ。テンション上がってる。うん。さ、早速鈴木3品目です。私からいきますね。いきますよ。はい、こちら。おっ、おお、なるほどね。これに関してはね、我々、襟巻きはしない。襟巻きはしないんですね。でも買わないから、私たち普段。そうです。それが福袋の醍醐味ですね。普段着ないもの、買わないものを福袋を通じてエントリーとして入門するっていうのが福袋の醍醐味でございますので。巻いとけば？ちょっと熱いんでやめときましょうか。熱いんでやめときます。じゃあ一旦これはこちら置いてきますね。いいよ、でも。いいよ。幸先いいですよ。幸先いいよ。テンション上がってるよ。次行くよ。次行くよ。はい、こちら。おお、なんだ？なるほどね。お、なんだかこれは。これは、ニットですよ。ニットですか？ニットのベストですね。これいいんじゃないですか？見て見て見て。あのストッパー、滑り止めみてぇな。わかります？滑り止め、そうですね。これかなり変わってますね、これまた。滑り止めみてぇな網目のニット。これいいんじゃない？いいよ、これ。こんな面白いの初めて見た。まあ、ダッパーズさんっぽいなっていう、うん、俺はそこまでダッパーズさんね、ちょっと詳しくなかったりもするんですけど、はい、なんか僕がなんとなくイメージするダッパーズさんの服、うん、アイテムって感じですね。いいですね。はい、これはいいんじゃないか。次行きますか。はい、これマジでいっぱい入ってるよね。あの、まだまだ入ってます。はい、これ、はい、おお、これはいいですね。これいいですね。これは当たりですね。はい、袖付けのシャツ、いいじゃない。これいいじゃない。その帽子とね、皆さん見える？ちょっと銀河っぽい感じ。ちょっと下がろうか。いいね。こういう感じ。いいじゃない。これどう？これは私欲しいですね。譲りましょう。こういう色味。うん。非常にワークなね、色味で、我々の普段着てる服とも非常に親和性が高いと。ね。いいね。これこのペースでやったら足になっちゃうかい？足になって、わからない。どんぐらい入ってるかわからないから、次もう一回。
行ってみようか。はい、次こちら。え、あ、そっちにする俺。めっちゃいい。残念、君はもう選んでしまったから残念だ。そんなことありますよ。これ皆さんどうです、この感じ。いや、さっきよりヘビーなんですよ、そして素材が。で、独特の光沢があり、ちょっと比べてみようか。そうだね、こっちちょっとね、そこがヘビーっぽいね。一般的なシャツの感じなんですよ、うん、で、こっちがヘビーなんですよ。で、ちょっとね、折り目というか生地のね、光沢があって、ちょっといかついですよ、こっちの方が。なんかね、中野さん着てそう。あ、中野さん着てそうな感じ。なんかヘビが光ってるみたいな感じなんですよ、これ色味的に。そうですね、これいいじゃない。それもかっこいいね。かっこいい。ちなみにお値段は23,800円。23,800円。はい、もうほぼほぼこれ一着で福袋の値段が。そうだね。そうですよ。え、頭おかしいんじゃないの。あね、計算ができてない可能性がありますね。頭はちょっとあれですけど、ぜひ来年も計算できないままでいてほしい。うん、うん、あ、これあれなんだね、プルオーバーなんですね。プルオーバーですね。全然見てませんでした。あ、こっちの方がいいわ。こっちいいですね。これいいですね。これかなり好評、かなり気合い入れてますね。これちょっと、しかもまだまだ入ってます。まだ入ってんの。次いきますよ。俺もう終わりかなと思ったんですけど。いや、あー、この肌触りはいい。これいいじゃない。これいいよ。はい、スウェット。これは何柄入ってますよ。これ何柄ですか。ネイティブ柄って言っていいんですか。これ何柄ですか。あ、早速もうなんかご用意してございました。何かどっかの資料によると、ネイティブアメリカンパターンプリントとスウェットシャツはい、ということです。まあ、ネイティブアメリカンな柄だそうです。こういうの好きなんだよ俺ら、この肌触り。あ、この餅、これやばくない。これ餅、餅みたいですよ。ダッパーさんもね、かなりいいんですけど、ダッパーさんスウェット着たことないからね。これ餅みたいなんだろう、ね。うん、じゃあこれやばいよ。ダッパーズっぽいね。俺のなんかイメージするダッパーズって感じがしますね、この辺は。全部お前のイメージするダッパーズだね。ダッパーズ通りに来てますね。かなりブランドイメージ崩さずに、うん、今ダッパーズとはこのことっていうのを突き進んでおります。わかります。次いきますよ。次いいよ。え、これもう何ピン目ぐらい。わからない今。わからないけど、でけえ。でけえ。でけえ。何これ。かっこよ。ちょっと、え、着てごらんよ。あ、来ます。コーディロイですね。コーディロイですね。いいよ。うね、うねがあります。これいいよ。いくらだ。36,800円ですよ。これ買おったって福袋1個買えばこれついてくる。福袋1個買えばこれもう超えるわけだ、こういう福袋。これはダッパーさんの経理怒られますね、これね。これね、誰が企画したんだと。あ、いいね。いいかい。やっぱ中シャツ着てほしいんですけど。だってね、今中ねヒートテックですのでね。だから、いや本当に全身ダッパーズなれるわけですね。確かにこれで全身ダッパーズいける。そうそうそう。まだパンツはありませんが。たった3万円ですよ。たったってのもおかしいけど、うん、3万回だけでここまでエントリーとして入門できるものは一通り揃う。確かに。っていうことですね。うんうん、はい。結構あれですね、肉厚な感じがありますね。そうですね、しっかりしてますよ。大抵コーディロイってなんか痛みやすかったりするじゃん、こう、うん、えいってやるとこの辺がビリッといってね。はいはい。でもなんかしっかりしてるんです、これ。しっかりしてます。うん、なんか安心できるコーディロイ。もしかしたら、その、なんでしょう、詳しい人からするとなんかここのポイントがみたいな、もしかしたらあるかもしれませんが、我々そこで詳しくないので。わかりますよね。すごく感覚的に、感覚的にでも良いですと、うん、かっこいいね。はい、これ着たままでいいですか、私。いいですよ、もう着たまま。じゃ着たまま次行かせていただきます。ちょっと僕の方から袋が見えてるんですけども、はい、ちょっとね、ペチャンってなってるんで、もう終わりかな。これがおそらくラストのアイテムです。ラスト、はい、デカモノです。いきます。おー、あ、ラストじゃなかった。ラストじゃないけど、これは何ですか。なんだ、パンツと。これセットアップって認識。すごいの入ってますよ、これ。え、これめっちゃいいじゃん。これこのペインターだ。これで、これすごいですよ、これ。すごっ。これはなんていうんですか、モバッシュっていうんですか。そうですね。うんうんうん。いいじゃない。このね、上下セットアップでこれ長いのよ。ぶち込んであったわけですよ。これ長いね。長いのよ、これ。これで柿澤さん、これインして着る？着ないよ。あ、着ないよ。これインはしないようです。インはしないようです。だからコートってことですよ。あ、ショップコート。なるほどね。なるほど。ショップコートとペインターパンツっていう感じかな。へぇ。はぁ、これマジで入れてきてんじゃん。サイズ何本ですか、ちゃん。34。いいサイズですね。2人とも履けます。これはいいアイテムだ。これすごいぜ。これぶち込んでくんの。これ君、これこの帽子とこれとこれしたいね。これだったらもう作業員ですよ、何かの。これいいじゃない。これいいね。ちょっと後で着たいね。着たいね。来てカメラ前に立ちたいね。ちなみにこれラスト、これおそらくラストでは、ちょっと確認します。
ラストなんですが、はいはい、カレンダーがついてます。あ、最後。はい、こちらですね。見せようかな。はい、カメラ寄ります。これ部屋に飾りたいね、またね。はい、機関車、汽車ポップが乗ってるダッパーさんのカレンダーですね、ポッポ屋。ポッポ屋、まあ今ダイハツさんがね、隣にポッポ屋としてね、いますが、まあそうですね、やはりね、ダッパーさんの世界観をよく表してる。なんかこう、鉄道系のもの多い、ね、そうですね、うんうんうん、鉄道ワークの中でも、鉄道系のが入っていたと。これ取っときたいですね、毎年集めたい、今回は。そうですね、うん、これもありがたいですね。そうですね、はい。いや、面白かった、すんごい面白かったね。すごい盛りだくさんでしたね。3万円ですよ、皆さん。3万円ですよ。このままエンディングいきますけど。はい、3万円の福袋でトータル、20万円超えですね。わけが分かりません、ね、わけが分かりません、ね、わけが分かりません。帽子ももちろん入ってましたし、はい、シャツも入っていたし、うん、スウェットも入っていた、うん、それからベスト、はい、そしてジャケット、さらに上下のセットアップの、うん、ジャケットと、はい、あとはパンツが入っていたということで、はい、これダッパーズさん、なんていうの、どうしよう、頭が気でも狂ったから。そうですねどうしたんだと。そうですね、うん、でもこれ場合によってはとんでもなく話題になるんじゃないかなというふうに思いまして、ね、うん、まあもともと話題になったのかもしれないけれども、はい、改めてこのダッパーズの福袋っていうものにスポットが今回我々のね、すごいんですか、来年、ね、来年また盛り上がってね、またその福袋担当者を怒られればいいというふうに私は思っておりますが、バカのままでいてます。そうですね、いや本当にありがとうございます。久々さん、ありがとうございます。ありがとうございました。いや面白かったですね、うん、はい、ということで我々は真実を中心にファッションから動画を更新しております。気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。すごダッパーズのさ、サムネと